三好です。三味線ジャーナリズムです。よろしくお願いします。前回三味線の葉の話しましたけど、少し分かりにくかったですか？これがまあ長い定規だとすると、竿にこう当てますね。ここが開くんです。ここを葉と言います。ここの葉の調整、1.5 とか 2.5 とかそういう感じで葉を調整するんですけれども、その葉によって三味線の音色違いますので、これも三味線屋さんによって葉が違います。作る三味線の構造が全部違いますので、その三味線屋さん独自の葉の調整、葉の基準というのがありますので、一度例えば自分の行っている三味線屋さんで聞いてみたらいいんじゃないですかね。三味線の葉はだいたい何センチぐらいで作っていますかと。三味線の葉の調整、例えば 3.0 とか、これは三味線によって違いますので、どうしたらいい音が鳴るかなというのは研究してもらいたいなと思います。その次に大事なのが駒。さあ皆さん、駒の糸道ってどうなってますか？今日は駒の糸道、駒の断面図を書くとこうなってるわけですね。ここに糸が入ってくるんですけど、ここの断面を拡大すると、だいたい三味線さんから来る駒ってこう丸くなってるんですよ。こうこうこう、糸がここに入りきらずに、なんかここに乗っかっちゃってるんですよね。こう、ここはヤスリで僕としては V の字にしてもらいたいんですよ。V、そうするとここに糸が入ってくるんですよ。糸がね、ここに入らないとダメなんですよ。糸道が浅くて、糸がその糸道の上に乗っかってる場合が多いので、溝を深くしてそこに糸を入れる感じにすると非常に糸の収まりがいいです。自分で駒の糸道を鉄ヤスリでこう削っていきます。 V の字作るとそこの中に糸が入りますので、非常に音が澄んだ音になります。そしてもう一つ大事なのが音色の糸の結び方です。皆さん、ここを音色の奥まで入れてください。音色から糸が引っ張られていきますが、その胴の接地面、ここが浮いてるとダメなんですね。ここの接地面なんですけど、根尾から糸が浮いてたら、この胴にここに接してなかったら余韻ならないんですよ。だからここが胴の縁に接するように根尾に糸を張ってください。竹山流は指3本、3本目の人差し指がこう乗るぐらい、そして根尾がこうくっついてる感じ、糸が胴に接してるってことが大事ですので、今日大切にすることは駒の糸道を皆さん確認して、しっかりと奥まで入るように V 字に鉄ヤスリで削ってください。浅いとダメ、V 字にしてしっかりと糸が奥まで入るようにやってみてください。そしてもう一つは、根尾から糸を引っ張りますけど、根尾と胴の縁がくっつくように糸を張ってみてください。それで全然三味線の余韻が違います。浮いてるとこのまま駒に行って糸巻きに来ますとですね、余韻出ませんので、これも大変な大事なことを言ってますので、三味線の葉、三味線の駒の糸道の作り方、そして根尾からの糸の張り方、この3つでだいぶ三味線の音変わってきます。研究してみてください。最近僕が見た DVD を紹介したいと思います。シティハンター。僕らが中学の時って少年ジャンプが
黄金期迎えてまして、ドラゴンボール、シティハンター、ジョジョの奇妙な冒険、先駆け男塾、バスケット部の部室で一人が買ってくるジャンプをみんなで読んでました。特に単行本で集めてたのがシティハンターなんですけど、このサイバーリョウがすごく好きで、なんかこういう男にずっと憧れを持ってたんですね。この映画をね、2年ぐらい前に映画館で見た時の最初のオープニングが、音楽がもうかっこよくて、いきなり涙が出たという、このイントロの映像がたまらないですね。サイバー量的には女性にルーズなとこがあるんですけれども、そこがなんかそのギャップがすごく面白くて、でも香りのことがすごく好きだっていうところがね、サイバー量すごくモテるんですけど、香りのことはずっと大切にしてるっていうところがすごくシティハンターサイバーリョウの魅力だなと思っています。ぜひ皆さん見てください。最近少しネット配信でドラマを見たんですけど、結婚できない男ってあったんですけど、阿部寛さん出演、2006年ぐらいに結婚できない男があって、2年ぐらい前にその続編、まだ結婚できない男っていうのがあったんですけど、ちょっとハマってしまいまして、桑野信介さんに、とにかく一人が一番というスタイルでやってるんですけど、2006年に見た時はちょっと桑野さんは相当偏屈だなと思ったんですけど、今実は見てみたら、あ、やばいと思って、俺桑野さんに似てるわと思ってですね、ちょっとこれやばいなと。まあ去年からね、こうやって F スペースで一人で生活する時も多くてですね、まあ、一人でご飯食べて、一人で音楽を聴いて、一人で仕事をしてるわけで、あ、この孤独感にちょっと慣れてきたのかなと。三味線をやってても孤独だし、私生活でもそういう一人でいる時間が多いんですけど、もともと一人っ子なんで、一人の時間は苦痛じゃないんですけど、なんか桑野さんに近づいてるなと思いました。結婚できないわけではないんですけど、結婚してないわけでもないんですけど、なんとなく桑野さんの生き方もすごい好きだなって最近ちょっと思うようになって、建築家でとにかく仕事は素晴らしいし、経済力もあるし、いいマンションに住んでるんですけど、俺もマンション買おうかな。2つなんかやってみたいことがあって、1つはマンションが欲しいということと、もう1つは犬を飼ってみたいと。出てくるブルドッグですか、超可愛いんですけど、すごい面白かったな。一人の生活を楽しんでいる文吉でしたけれども、3月入りまして、少し新潟も暖かくなってきました。文吉から重大発表あるかもしれませんので、その時は僕の思いを皆様に伝えたいなと思いますので、少し待っていてください。もう少しで発表できると思います。ジャーナリズムでした。ありがとうございます。